今日はレッスンもないし、久しぶりに可愛いグッズハンティングに行こうかな。前から思ってたんだけど、それなんでハンティングなの？可愛いものを探すのは遊びじゃないもの。狩るか狩られるかの真剣勝負だよ。狩るはともかくとして、狩られるって？強敵だとこっちが狩られるんだよね。ユキチさんやイチヨさんが。あ、この前は収穫が多かったんだけど、その犠牲はあまりにも大きかった。それなのにハンティングに行くの？可愛いものとの出会いは一期一会だから。知らないうちに入荷して、知らないうちに売り切れてたら大変でしょ。あ、私一緒に行ってみても？ストップ、ちょっと待った、サキちゃん。ふう、危なかった。また被害者が出るところだったよ。あの日の私は救えなかったけど、今日はサキちゃんを助けられて本当によかった。被害者って人聞き悪すぎでしょ。可愛いグッズハンティングはそういうのじゃないから。あれは誰がどう見ても被害だから。2週間前、私がうっかり。今日は暇だし、その可愛いグッズハンティングっての、私も見に行ってみようかな。え？トアもついに可愛いものに目覚めた？目覚めたってほどじゃないけど、どんなのを集めてるのかなって少し気になっただけ。動機は何でも構いません。可愛いものに対する理解者が増えるのであれば本望です。本当についていっていいのかな。まあ、いっか。なんて思ったけど、全然良くなんてなかったから。はあ、あのぬいぐるみ、すっごい可愛い。はあ、このシリーズも新作が出たんだ。すっごくいい。にゃあ、この子、モフモフが極まってる。モフモフの上に肉球まで。あ、待って、尊すぎる。このお店、こんなに可愛いものだらけだなんて。可愛いものヘブン、来たー。あのノアの隣にいるのは、すっごく恥ずかしかったよ。可愛いものが絡んだ時のノアのテンションは、公共の場ではふさわしくないかもしれないわね。いぶきまで人聞きの悪い。ちょっとばかり感情が爆発するなんてよくあることでしょう。それに、トアは人のこと言えるの？いつも騒がしいのはトアの方でしょう。私も騒がしいかもしれないけど、さすがにあれと一緒にしてほしくはないよ。というわけで、ノアのハンティングに付き合うと心に深い傷を負うから、やめておきなよ。私、やっぱり行ってみようと思う。さきちゃん、今の話聞いてなかったの？そんなにノアさんが夢中になるなら、何か発見があるかもしれない。だから。ダメだよ、そうやって取り返しのつかないことになるんだから。出雲さん、さすがです。さあ、私と一緒に Go to Heaven。新島さん、あなたもいかがですか？私はジムに予約入れてるから、ここでお見送りするね。それは残念です。では行きましょう、出雲咲さん。はあ、行っちゃった。で、可愛いグッズハンティングどうだった？ノアさんのいつもと違った面が見られて楽しかった。おお、あのノアを見てその感想とは。サキちゃんすごいな。じゃあまたハンティングがあったら行く？少し疲れたから次はいいかな。だよねー。